何か出てきてお願いしますって言ったら、パッて見たら、ミッチーボーラーと思ったから、で、事務所だったから、藤岡さんが、多分ペンギンのやつやと思ってはるんですよ。すごーい。なんか、一点業師やね。ある程度距離を取ってご覧いただくようにお願いします。